そしたら塗装したいと思います。スプレーをするときは必ず防塵マスク、防毒マスクですね、をしています。それであのですね、缶スプレーでも別にいいんですけど、割とねやっぱりたくさんついてしまうので、エアブラシで、拭くことが多いです。使いますのはベーコンマさんの、タミヤの、ハンドピースですね。で、エアブラシの本体は、グンゼの L7 ですね、 L7 っていうのかな、 L7 っていうのかな、なんていうのか知りませんけども、を使ってます。それまではタミヤの分を使ってたんですけどね、ちょっとうるさかったのでね、買い替えました。ですね、いつもまあこんなんに入れたりしながらやってるんですけど、こういうね、スペアボトルにラッカーシンナーだけを入れて使います。これ何かと言いますと、ノズルの先が詰まったりとか、ちょっとした掃除をねしたい時に、筆を入れといてちょっとやるためのものですね。これあると便利です。まあ水差しみたいなもんですね、これ。筆洗いですか？そういうようなもんですね。結構便利ですよ。詳しいことは知らないんですけど、サーフェイサーってなんかすごく、なんていうんでしょう、樹脂というか皮膜みたいなのが強いですよね、やっぱりね。そういう成分が入ってるんですかね。なんか筆塗りできますって書いてあるんですけど、筆塗りするとすごいベタベタになってしまうんで絶対しないんですけど、どうなんでしょうか、する人いるんでしょうか。結構濃厚ですよね。着力とかってあんまよくわからんのですけどね。うん、いつも、濃かったな、薄かったな、程度で。まあ、薄くしちゃうと濃くするのってね、大変ですけど、濃い分、拭いてみたら濃いなっていう時に薄くするのは簡単なので、まあ、それは濃い方がね、最初はいいんじゃないかなと思うんですけどね。僕がいつも思うのは、こう、ちょっとやって、こう、ちょっと垂れるぐらい。こうね、ちょっとやって。ちょっと垂れるぐらいかなと思ってるんですけど、いろいろなんかね、YouTube の動画とか見てると、いろいろ人それぞれなんですね。わかりませんけど。ちょっとうるさくなってますけど、すいません。L7 ね、そんなに言うほど L7 って静かではないと思います。で、ちょっと何回か干渉してるらしくて、変な雑音がするんですけども、まあ、うちはそんなにうるさく言われないのでね、大丈夫です。いつも僕は最初は少し先を、まあ、開けて、ね、うがいですね、軽くうがいしてあげます。で、まあ、この辺に全部ちゃんと充填させるというか、エアの圧力計がありまして、これを調節していきます。今多分これ最高圧なのかな。回していくと、ぐーっと今下がってきましたね。圧が下がりますんでね、これ調節できればそうですね。ちょっと薄かったかな、ちょっとシャバっぽいですね、シャバシャバ。薄い方がね、ガラガラにはなりにくいのでね、こっちでも濡らさないとぐちゃぐちゃになってしまいますけど、
1回ぐらいではなかなかならないので、もう1回拭きます。サーフェイサー拭き終わったら、これをですね、食器乾燥機、ヤマゼンの食器乾燥機ですね、ここにこういう風に私してまして、ここに置きます。蓋を閉めて回すと、で乾燥させます。これ下に園芸用のネットとか貼ってるんですけど、その上に段ボールを置いてます。園芸用のネットも熱くなって溶けてしまうことがあるので、部品がね、こうやってしてますけども、大変便利なマシーンです。これは食器乾燥機ではなくて、模型乾燥機だという話もあるぐらい素晴らしいマシーン。